4月の覚えた覚えた4月2日から4月2日いやね、もうね、絶対勝てたね。もったいなかったね、本当に。まあだから結果だけ見ると無敗だけど、2勝2分けだけど、2勝2分けだけど、その2分けが痛すぎた。昇格する身としては、まあ、ああいう試合は、引き分けた2試合は勝たないといけなかったなっていう悔しさの方が強いかな、うん、俺は。点も決めるチャンスあったし、チャンスがあったからな。なんか負け試合を引き分けにしたとかじゃなくて、勝ち試合が引き分けになっちゃったみたいな、あの2試合やったから認識としては。だからその相手の力ありきとかでその引き起こった結果じゃなくて、その自分たちのやり方次第でどうとでもなるようなところだったから、2試合とも引き分けが。だから逆に言ったら、その相手ありきだったら修正ってなかなか難しいけど、自分たちのその意識一つとかその考え方一つで、あの容易に変えうる結果だと思うんで、だからそこはもう前向きに次の月は全勝で過ごすために前向きに捉えていいんじゃないのかなって俺は思う。全然お前喋らんけど、うん、いやまあ普通にマジほんまもったいなかったなって思うし、ああいう試合ほんま取っていいかな、昇格できんと思うから。俺はそうっすね、もっと攻撃の部分、最後の部分とかゴール前の部分とかもっとやれることあると思うし、もっとアイデア出せると思うし、そうっすね、点取るチャンスは自分たちで作れると思うんで。なんかホームはね、ホーム3連勝してますよね。ホーム3連勝です。なんかだんだんホーム得意意識っていうか、なんかこうもうスタジア、特に昨日なんて一番スタジアムで、ね、みんな一体となって戦ってる感じがサポーターの人からしてもあったんじゃないかなって思うけどね、俺はね。なんかもう煽ってるしさ、ホームは。だってね、だっていっぱいやっぱサポーターの人も一緒に戦ってくれた方がだって力になるし、だって現にそれで逆転してるわけやから、あれはだって俺らの力だけじゃないからね。やっぱりもうスタジアム全部で琉球の人らを飲み込んでったみたいな感じやから、だからああいう雰囲気はね、もっとでかくしていきたいなって思うんですけど、ほんまに声出しはほんまありがたいです。力になる、喜んで煽るけどね。俺はもう何をいじられようが、ファールもらったぐらいで煽るのはやめてほしい。もっと自分でなんかガーって行っていいプレーして煽るのは分かるけど、ファールもらってこう煽るのやめてよ。全然煽りどころ。煽りどころ、チーなんて言われてもうアドレナリン出てしまう。頑張れる気力でしかない。あの時マジオムか山口のっていう声しか聞こえんかった。ゴール裏から。しかも実はゴール裏じゃなくて俺横も煽ってるから、ね、ずっと水飲みながら。あんま気づかれてるか知らんけど、俺もゴールラウトしかやったことしか見てなかったけど、俺は治ってった方がいいよやっぱり。やっぱ積極的に、やっぱ来たら楽しんでもらわないとね。こっちは楽しいし、サネキの時相当こう盛り上がってる中、オウムさんがもう一回煽り直して、もう一個ボルテージ上がった、こうなんか会場の雰囲気がこう愛媛にバーって、はい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 、もうだってまずもう今ですら相当助かってますけど、あのまあ昇格にはまだ俺らも当然足りないし、そのサポーターの熱量も俺はすごい感謝してるけど、もっと欲しいなって思うから、もっと来てくれてるって信じてるしね、来れるしね絶対。だからそれはもうより一人でも多く、なおかつその一人がより一人のその声量やったり声かけの質も高くで、俺らもプレーの質高くっていう、お互いにサポーターと選手で高め合っていければね、すごい、それが俺はあるべき関係かなって思う。やっぱり、まあ、金払って試合見に来てもらってるから、そう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 、やっぱり
そこはどうせお金払ってきていただいてるからには、その全力で楽しんで帰ってもらわないと。もうそれは試合見るんじゃなくて、なんかもう一緒に戦いに来るみたいな、勝ちに来るようなっていうような感覚で来てほしいから、そっちの方が面白いし。その辺シューマさんも、そうっすね。いやそれやっぱ お金払って見に来てくれる分、俺らも楽しませるプレーしないといけないし、不甲斐な試合できないんで、そうっすね、より一緒に戦ってくれた方が俺らももっといいプレーできると思うし、なんでそうっすね、オムが言ってるようにもう一緒に戦ってほしいと思います。声出して。お二人はサイドバックっていう同じポジションですけど、こう楽しんでもらうためにサイドバックとしてはどういうプレーができるんですかね。いい質問のようにね。難しいな、難しいな、ほんまに。なんかお互いあればもっとこんなんした方がいいんちゃうみたいな。ないですか。でもね、やっぱりそのプレーのクオリティとかもそうだけど、その勇気を与えるプレーっていうのを俺は意識してて、で何かっつったら、それはまあそのピッチ上での立ち振る舞いもそうだし、その例えば昨日の試合なんか言ったら、俺がミスして失点して、もうこのままだったら普通に言ったら俺が先犯でそのまま試合終わるとこやったけど、でもそっからの俺の立ち振る舞いっていうか、まあよく言ったらさ、何様なんていうような立ち振る舞いしてたけど、ずっとミスした立場でも、別にミスすることはまあ問題っちゃ問題だけど、そのミスが問題なんじゃなくて、やっぱ結果的に勝つか負けるかがね、やっぱ問題だから。だから、まあ、ちょっと丸さん見てるからちょっと一見しゃべりづらくなって思ってるけど、ただそのなんていうの、ストーリー性がある選手になりたいんよ。そうマジ、ほんまに昨日あれ失点して、でなんか試合終わった後には自分のおかげで勝ったみたいなぐらいの感じで最後いたから、ほんまにそれはすごいすごい、ほんまにすごいっす。まあまあそんなメンタリティ持ったやつはいないから、大抵みんな落ち込むからね。そう、なんか自分がチームを助けたみたいな、ただ感じやってるから。そうでも物事やっぱ捉え方じゃないですか。だからだってそれでもうミスしちゃった、俺の勝ったけど、まあ自分のミスだで失点しちゃった、しょうがない悲しいって下向きになったらなるのとさ、こういう感情で入れるのって、まあ確か反省してないっていうところもまあ悪いところであるけど、でもまあ、そうそう、あとフリはやめてほしいです。反省してるフリしてるよ、反省した上でやってなんか失点の時あーみたいな、なんかこういうフリ、フリいらんから、反省してこう切り替えてもっとやる。あ、すいません、それはすいませんすいません、フリただほらなんていうの、だからでも勇気持てるじゃない勇気持ってくれたらいいなって思う、俺のプレー見てね、俺はね。そのだからまあいろいろなんかあれやない、別に上手くないから、なんかそういうなんていうの、熱いプレーとかこう走ってるなとかで、こう俺まあオムもそうかも知らんけど、見せていきたい、見せていきたい、見てもらいたい、そういうとこ。やっぱそれはうまさとかじゃなくて、その人のその人の一緒やつマジでファンとの関わりとか、なんかそういう生き様がとか、そういうその人の覚悟とか思いがプレーに出るから、なんかそういうのを俺とかまあシューマンみたいなタイプは逆に見せれるんかなって、見せやすいタイプなんかなって思う。ポジション的にもそうやし、うん、そうですね、まあ、プレーもそうやけど、なんか俺も SNS で見せていきます。お言ったなお前宣言しようと思ったな、メディアになんかやれよお前、オムが熱いこと書いてるから、俺はそのコメントで見せていきます。うわ逃げたお前何保険かけてんの、コメントで自分でやれって、
SNS なんか絶対やった方がいいか、ね、マジで。ああいうレディって感じですか。いじるね、いじるね。まああのこの次の1ヶ月は予決戦が、はい、天皇杯の決勝とリーグと2試合続くっていう、例えば要はなんか特殊な1ヶ月になるかなって思うんですけど、ああいうレディって感じですか。ああいうレディって感じですかって、なんでそれ意味わからんけど、皆さん勝つ準備はできてますかっていう感じです、ね、いやまあね、いや今治伊予決戦なんてだって絶対負けたらダメでしょ。もうそんなもう俺バチ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 で行きたいけど、行きたいっていうか行くつもりだしね。愛媛のチームは愛媛 C なんだぞっていう、両方ね、天皇杯もそう、嬉しいことで2連戦あるかな。そうそう、なんか一生いっぱいってなんか嫌っす。やっぱいや、しょうもない、一番しょうもない、一番しょうもない、一番しょうもない、しょうもない、分からせてやらないといけないからさ、もうどんどんもう煽っていきたいね、そこは。だから楽しみにしておいてください、いろいろ試合前とかのツイートやらなんやらもうバチバチに仕上げていくんで、見とくわ見とくやって感じっすかね。あとはスタジアムで見せますと。うん、そうですね、アシストします、俺ら。結果で、結果とプレーで、てかまあ全てで見せていきたいかなって。愛媛市の魅力を、サッカーの魅力を伝えていけたらなって思います、本当に。だからもう任せて安心して一緒に戦ってくださいって感じですね。間違いないんでね、絶対今年は。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。お疲れ様です。そう、安心してとか間違いないんで好きやな。そのよう言ってる。いつもメディアで言うとろ、それ。いつも言うわ。なんかその共通点探されるの恥ずかしい。安心してとか。でもお前やれよ。間違いない。メディアやれよ。いや、やらん俺。お前言っ、ああいうレディしかやらん。ほんとさ、一回言ってさ、なんかさ、ちょっと自分で、ああ、まずいと思ってさ、コメントだけみたいな、一番ダサいね、お前。あれ全部使ってくださいよ、あそこ。なるほどね。なので2勝2引き分け、うん、アウェーでは勝ち点2、ホームで勝ち点6、うん、で4月終えました。終えました。どうですか。まあやっぱり結果的には負けてはないですけど、まあ、これだけ見るとやっぱなんかアウェーでの取りこぼし感っていうか、まあ、内容含めてちょっとあるなっていう、もったいないなっていうのは今振り返ってみると思いますけどね。ただまあまあアウェーでまあ勝ち点1を持って帰ってくるっていうのはそんなに悪いことではないかなっていうふうに思います。今の結果もそうだけど、内容もっていうのは試合内容でアウェーのゲームでは満足できてなかった部分もあるって感じですか。そうですね、まあ、今回で言うとそのサヌキ戦は若干ちょっと物足りなさはあったのかなっていう、まあ、ゴールに対しての向かっていく姿勢とか、まあ、ボールを本当に取りに行く姿勢とかっていうのは若干ちょっと今までのゲームの中でも薄いゲームかなって。だから見てる人らからしたらちょっと物足りなさがあるし、まあ、結果的にもなんかちょっと申し訳なかったなっていうゲームになってしまったなっていうところですね。そのゴールに向かっていく姿勢やったりとかボール奪いに行くのが足りてなかったっていうのはどこに原因があったんですか。まあ、もちろん相手があることなんで、まあ、相手が、まあ、佐野木戦で言えばちょっと、長いボールを前線にこうどんどん入れてくる形から、まあ、それに対応せざるを得なくて、まあ、自分たちから前にボールを取りに行くことができなかったっていうか、実際で言うとそこまで繋いでこなかったんで、まあ、そこら辺も含めてだし、じゃあ後ろからビルドアップをしっかりやって、まあ、得点を取れるかっていうと、
なんか若干ちょっともうちょっと自分たちのやり方と相手が引いてる中でのちょっと変化を見れなかった。だからどうしても中にボールをつけることがちょっとなかなかできなかったりとかして、まあ、ちょっと停滞感を生んだ、まあ、向こうが向こうの狙い通りの形に持っていかれたっていうところが正直なところかもしれないですけど、まあ、そこら辺でなんかこう自分たちの距離感が悪くなって、まあ、迫力を欠いたゲームになったのかなというふうには分析はしています。距離感はやっぱ近い方が迫力が出る、まあ、距離感というかテンポは出ると思うんですよ。それが広がっちゃうと相手の距離感の中でやっちゃうんで、相手がどんどん埋めにかかれるようなポジションを取ってしまってる。でやっぱりボールの足が長い分やっぱりミスも起こるし、その中でこう相手の修正する力も相手の方が上回るとなかなか入っていけない、潜っていけないっていう状況は讃岐戦は多かったなっていう、はい、なるほど。やっぱでもリーグ戦う上でああいうチームって当たるのはこれからも出てくる、まあそうですね。だからそこら辺をしっかりこう自分たち分析して、まあ、その中でもしっかり、相手の変化をするさせることもそうだし、相手を見てサッカーをするっていうことをもう少しできれば自分たちの立ち位置もこう決ま、自分たちこうやってくれっていうことよりももう一個ゲームの中での適応っていうか対応力っていうのが出てくるのかなっていう、そこにこう縛られるんじゃないんですけど、まあ、こうやって普通だったらこういう風になるよねっていう分析から一個相手が違うことをやってきた時に、じゃあ選手もその中で自分たちも判断を入れて立ち位置をちょっと変えながらとかっていうのは必要になってくることなのかな、はい、なるほど。ホームでの2勝は、どちらも2対1で、岐阜戦の方は、2点取ってから1点追いつかれて、まあ、逃げ切ったっていうような形で、昨日の琉球戦は1失点してから追いついて逆転したっていう形だと思うんですけど、このあたりはどうですか。まあ、正直で言うと、まあ、その失点両方とも失点してるんで、まあ、その失点はまずいらないかなっていう、やっぱしっかり、まあ、クリーンシートで終わるべきゲームだったのかなって、両方ともね、はい、まあ、そこら辺はちょっともうもったいないっていうか、まあ、自分たちでやっぱ苦しめてるなっていう、まあ、昨日のゲームなんかはもう特にやっぱりこう、まあ、簡単に相手のゴール前まで運べる状況からやっぱり足を振ることだったり、まあ、それを決めきることとかがどんどんこうやっぱり相手もやっぱり自分たちがそれを決めきれないとなんか流れってやっぱ持っていかれるっていうか、でまた自滅からの失点をしているっていうところは、まあ、まだまだ幼いっていうか、まあ、成長の度合いがもう少し成長できるかなっていうふうには思ってるんで、まあ、しっかりホームではその失点もなくしながら得点をもっともっと奪いに行けるっていうところを、目指してやっていく必要あるかなっていうふうに思ってます。次の1ヶ月が、まあ、あの予決戦が天皇杯とリーグ戦で2つ続くっていうちょっと特殊な時期になるかなと思うんですけど、クリーンシートかつ複数得点での勝利っていうのを目指していくっていう、まあそれはどのゲームでもそういう方向性ではいきたいんで、はい、まあ、しっかり、まあ、この絵って、まあ、天皇杯どっちがホームかちょっと僕もよく今まだ理解してないんですけど、まあ、ホームかアウェーとかじゃなくて、まあ、そのゲームに関して言うとやっぱり、まあ、どんな形でも勝たなきゃいけないゲームなのかなっていうふうには捉えてます。準備の方もバッチリいってます。まあそうですね、まあお互い多分連戦っていうのはかなりやりにくい部分はあると思うんで、はい、しっかり総合力で勝ちに行くっていうところを見せたいなと思います。連戦かつその
リーグのスケジュールもこのゴールデンウィークで次に沼津行って帰ってきて試合してっていうのはあると思うんですけど、そこはやっぱチームの総合力が試される1週間2週間になるっていうのはイメージですか。そうですね、同じ選手で多分これは戦えない部分が出てくると思うんで、まあ、しっかり準備ができてるっていうか、まあ今その時にメンタル面もコンディションも準備ができてる選手をやっぱり使うべきだと思うんで、まあ、いろんな選手を試せたら逆に、まあ、僕らも試したいんで、まあ、選手は準備をしてこっち側にどんどんアピールしてもらいたいと思いますし、まあ、それがチームとしての総合力が上がっていくことだと思うので、はい、まあ、そこら辺こう僕も楽しみな部分でもあります。その前回の時の話を伺った時に、まあ、そういうのがピッチで表現できる選手をどんどん起用していってサポーターにもその姿を見てほしい、楽しみにしていてほしいっていうのはおっしゃったと思うんですけど、この1ヶ月はその部分結構出せたかなっていう感じですか。4月ですか、はい、どうかな。だけどそこまでもあの選手の変化はそんなにバラエティに飛んでなかったと思うんで、何もない状況からポッて試合に出すっていうことはなかなかないと思うんで、まあ、選手側もしっかりそれをこうアピールしてくれることと準備で、チームが試合に出ることが目的じゃないんで、チームが勝つためにっていうところを大前提にしっかりこう表現してほしいなって、でそれがパワーになるっていうところだと思うんで、ただ試合に出たいからっていうことだけじゃなくて、自分が試合に出たら勝たすっていうところまで持っていってくれると、僕たちには 僕、まあ、チーム僕マネジメントしてる側としたら助かるなっていう、そこにもっともっとパワーを持ってもらって、そういう選手を使っていきたいっていうところは、まあ、別に何ら変わりはないんで、本当にそういう選手をどんどんこの連戦、まあ、5月のところは使っていきたいなと思います。まあたまたまっていうか、やっぱ点取ることはすごいことなんですけど、まあ、それをやっぱりいろんな力が働いてのゴールだと思うんで、一人で取ったわけじゃないと思うし、まあ、そういうところはやっぱ守る選手もいるし、それをつないだ選手もいるしっていう、それまでに戦った選手もいるし、まあ、みんなで練習してきたこともあるし、でサポーターも応援してくれてるし、それに対してのいろんなパワーが加わってのゴールだっていうところは、まあそのだからこう集約されてすごいパワーが出ると思うんですよ、サッカーって。点取った人が偉いわけじゃないと思う、まあ、そういったところをどんどんこう みんなで表現するところだと思うので、まあ、これからもそれをこう、まあ、謙虚にっていうか、まあ、みんなでやってるっていうところを大事にしながら、これからもやっていきたいと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。また次の1ヶ月、はい、はい。